巡行中の出し2011年撮影巡行中の出し2011年撮影出し寄部2011年撮影三国祭りは、福井県堺市三国町で行われる三国神社の春祭りである。富山県高岡市の小車山祭、石川県七尾市の青、柏祭と合わせて、北陸三大祭りと呼ばれており、毎年5月19日20日21日の3日間、行われる。 特に20日の町内を練り歩く出汁巡行が圧巻である。町内には18機の出汁があり、山盤に当たった6機が町内を巡行する。北前船の交易などで三国港が流星すると、共に最盛期には、出汁が高さ10メートルを超えるような無茶人形や出来栄えを競うようになったが、明治に入って電線が敷設されたため、現在は4から5メートルに制限されている。なお、 2005年に三国町の無形民族文化財に、翌2006年4月25日には、県の無形民族文化財に指定されている。なお道庁にある、三国、流暢館別館には、明治末期の10メートルを超える人形を乗せた出汁が、展示されている。出汁は18機あるが、それらを引く地区は、これまで、合併や分割、区画整理によって増減があったが、現在も、以下のように、 約30地区と数多くあり、近年ほぼ毎年引き出している三国祭り、保存振興会を除き、3年から長くて8年に一度山番を務める。岩崎区、中原区、森間地区、玉井区、四海地区、大門区、城大区、下大区、上西区、下西区、元新区、松がか区、上朝日、下朝日区、北末広区、南末広区、 桜町区、下新区、仮面区、紀宝区、滝本区、滝谷正五区、上下、正五区、県、上予告、橋本区、上八丁、三国祭り保存振興会など、ありがとうございます。